50代のがさすが、これ走り出すタイミングもあるしな。そうで、もう車置いてんね、みんな。あ、まだちょっと操縦台取らんといてくださいね、時間来てないんで。しれっとスッと入ってて。そうそうそう。はい、3、2、1、スタート。はい、では10分開始。さすが江野村さん、真っ先にこう。10分しかないから。入ります。あの、走るタイミング自由なんで。レーラーおるときはやめとこう。だどうせ10周以内やからね。入ります。大事故。ただいま残り時間は9分になりました。タイムは進んでますよ。残り時間9分切って8分5。はい、クリア。まだやろ。あれ10分。そうやで。あ、じゃあ15分や。あ、間違えて。入ります。トレーラーだったらそうやん。おまけや。はい、はい、残り時間訂正がありました。はい、12分56秒。入ります。現在トップタイムはレンの MR2 で10秒89。2番手山下さん Z31 11秒29。3番手大塚さん11秒78。はい、いやいやいや、10周以内ですよ。あ、これらも10周。そうそう、そりゃそうですよ。これらは待った方がいい。待った方がいい、待った方がいい。けどそれらまだ1周しかない。上がってないかな、みんな。入ります。みんなアホなんすか。さあ、それ意味が分からんねんけど当たってくる。クリアラップ一周記念取れたらやめんねんけどな。あれんが賢いな、もとっとでやめてしまって。そうやねん。でもレースできる人って状況判断ができる人やるな。入ります。上村さん動いた。さあ、大塚さんあと4周、上村さん、山下さんあと5周、松本さんもあと5周やね。はい、5周やけど今の1周分。はい、クリア。めっちゃ速いな、ペントレーラー36秒だよ。前見てんの。意味が分からんねんけど当たってくる。店長、トレーラーで当たったら3秒。いや、それはない、それはない。それはイコールやから、ね、あと走ってもうたわ一周。あとは僕、坂林さん抜かれたら出るわ。さあ、まだまだ時間は残っております。10分30秒、入ります、入ります。はい、クリア。はい、大塚さん終了です。大塚さん終了。はい、10ラップ大塚さん終了。大塚さんのタイムが11秒08で現在4番手。4番手ね。お、やった、2番手タイム。これはちょっとわからんな。あ、こけてます。入ります、入りますよ。トップ上村さんが10秒46。はい、クリア。
はい、2位が私。2位は私、うん、夜やん、4周で何周 ?15 台最初に16台はい、入ります、入りますストップ回ってたらそのタイムがアウトやったらねベストアップってそういうもんですねほんならトレーラー終わるまで待った方がいいトレーラー10周するまで1周はせんとか、ね、ここで待ってる人全員気づいてるんですそれで気づいてるからみんな待ってる。トレーラーずっと走ってるから今トレーラーが2台止まってるから今よ。そうや。今行かなかった。そうや。トレーラー僕頭。早くトレーラー。トレーラー。坂林さんあと6周。はい。6周で。あ、10あ誰これ？水木さん終了しよう。水木さん終了やで。10周走ったら終わりです。はい、もちろん。トレーラー一人10周になる。今や。今チャンス。今チャンスやで。はい、上ちゃん終了、上ちゃん終了。じゃあ、あんな時に走ってるから悪いっすよ。もっとクリアラップ取れ。残り時間は8分30秒、まだまだ残っております。これ、四つ柳さん終了。徳岡さん終了。50台入ったよ、50台。店長いかな、店長今。僕だって。坂林さん抜かれた？坂林さん抜かれたでんね。香水人かな、でも。どういうこと？いや、みんな今、僕死にまくってるから。前からの辺に障害物で止めとかんと。やばい。さあ、今しかもかな。タイミング見て、そう。タイミング見て。入ります。終わり16位。ああすいません16位。クリアすごい。 A タイム何回も出してる。11やで、ね、いやクリアラップだけどさあ残り時間は7分30秒です。みんな終わってないよね。まだ7分あんねん。それでだから15分あんねんから、あ焦る必要は必要ない。1コーナー止まってます。2コーナー、2コーナーですよね。ストップなら時間止まらない。朝の痩せる必要ない。最後3分じゃん。せーやったれ。お、年が一番タイム更新した。10秒1。そうそう、そういうことです。そういうことですよ。でもここでトップタイムを取る必要ないんだよ。そうやね。上位16に入ればええだけ。ここでトップ取っても何も、あ、ということは17と22やな。屋敷さんあと3周。今のやったら16台が今からどこ？この辺の順位を打たれなくなっちゃう。ちょっとね、これ分からへんな。上が入る。あ、これでいってんのか。16。お、今のとこ、まあでもまだまだ分からへん。石川さんあと2周。上えちゃうわ。徳岡さん。屋敷さんラスト。直樹あと3周。石川ラスト。ほらもうこれでガラガラになるから。そうやで。ガラガラみんなトレーラー見ますか。そうですね。そうですよ。ストレート止まってます。止まってます。入ります。入りますよ。はい、クリア。はい、残りは5分40秒です。さあ、トレーラーが再び走行開始始めました。いや、もうでもぼちぼち5分30秒だね。残り5分30秒。とりあえず坂口君のテンションの最後。ヤーギー、あと2周。ただこんだけ空いてたら行った方がいいと思うけど、だって1周出したいですよ。ベスト16のタイムを1周出せば91はもう終了なんですから。もう10周走った時点でバッテリー使ってますから。はい、その割にはタイム出てないな。いやいや、ベスト16出たいんですよ。止まってる。ありがとうございます。
店長さん小林さん金庫入れた。え、金庫入った？うわ抜かれてるやん。おいおいおい。まだ5分ある。今高林選手が店長を抜かしてラップタイムは19秒89。2コーナー止まってます。はいクリア。次や。おいおい突っ込め暴言。これは抜いたやろ。抜けてへん。あれ。残り3分45。下のあれやね、10代ね。下の10代が、重要やから。1、2、3、4、5。ここ細田さんが今22をいいとこいますね。1、2、3、4、5。上ちゃんが、17ね。Q3 はね。Q3 でポールの人がポール。そうやね。ここかけない。川崎さん。自分ポールタイムやね。さあ残りは3分20秒。ないで。ポールとかまで。暫定ポールって言っちゃって。残り3分10秒。あれだもん、これ上残るだけやろ。関係ない。最後の何してる？めっちゃ煽られてんけど。おお、めっちゃ危ないなあれ。そう。もううちらは91が本番やからな。これは抜いたでしょうよ。抜けて。予選は予選やからな。さあ残り2分15。まだ時間あるやん。もう走ってない人はいませんね。大丈夫ですね。全員走りました。それは大丈夫ね。っていうか、ちゃ小西さん何周してるの？14周してる。もうやることもヤクザになってきてる。これあの上は消せるのでね、これはあの修正は可能ですんで。もう途中でモーター線切れたから合わせて投げて焦りすぎて。あでもまあ10周以降でベストは出てないので問題なしです。もう10周以降だからもう終わり。全員走りました。あと1分20秒これで店長が。そうや、あと1分あんねんからもう出すわ。11ラップ目で出たやつは無効ですよ。出た。作詞やな。邪魔すんなよ。そういうことがあんのか。残り40秒。これは決勝でリベンジやな。店長10周。え？店長10周って言われた今。嘘やろ。俺の予選終わった。坂林さんあと2周ある。いやもうでも上やから大丈夫。はい7、6。はいではこれで確定ですね。はい次 Q2 ですよ。ちょっと待ちくださいよ。
配給通信室ドライバーは上位。いいですね、パーティーっぽくていいですね。はい、給通信室、読み出します。蓮、上村、直樹、工藤、真子、N 村、上田、石川、徳岡、直樹、松本、浅田、玉吉、大塚、山下、小西、屋敷、以上。以上16台。はい、では走行の準備してください。では続きまして給通スタートいたします。7分間スタートです。はい、すぐ、だってバッテリーそのままやねんから。ちょっと待ってや、ちょっと待ってな。何分？13分。7分出たね。短い。いや、10周じゃない、何周？11。次も10周？じゃあ、次は8周へ。次は8周。もうトレーラーなし。そうそう、早く行っても意味ないですよ。まあ、まだちょっと待って。あ、操縦台まだ始まってませんし。はい、まだ始まってませんよ。プロポも操縦台に置かないようにしてください。はい、それでは OK です。7分間スタートです。給通開始です。上位、16台による給通開始。でもトップ11出たらいいんやで。ヤギ上ちゃん。あります。すみません、上ちゃん2人いるんですけど、これどっちがどっちとか分かります？漢字の上が浜谷。漢字の上が浜谷？はいはい、OK です、OK です、OK です。16、いや、トップ11。 Q3 が進出がトップ11。トップ11が Q3 進出です。ヤギ浜さんで、そうです。トップ対だってトップ11のタイムが出たらええんやから。浜ちゃんはもうでも20しかないから60してるから。あと何十？あと20。あ、 B の、あ、 B1 がヤギさんやね。で、 A1 が四ツ柳さん。ヤギさん、四ツ柳さんはちょっと嬉しいグッズゲットです。玉木さん、あと2周。じゃあ8周終わりや。ああ、じゃあ8周や、ごめんごめん。ああ、ごめんごめん、玉木さん終わり。8周ね。むず。カイトカンと絶対合わせるな。8の5やね。助かります。もう一人走ってへんといいのか。松本さん、あと1周。あ、終了やね。はい、さあ、これで今んとこ上から11台か。上から11台。え、まだ走っている ?5 人ぐらいいるってこと？5人ぐらい走ってるんだね。はいはい、はい、残り3分45秒です。1人8周です。1人8周。そうそう、だ半分走って半分置いとく。1周しか進んでタイムの。賢いね。ここまでですか？そう、いや、あ、そうですね、ここまでですね。まさださん、今瀬戸際、瀬戸際。またでも周回の6周残ってますね。そう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 。あ、もう玉吉が落ちていくだけやと思う。
玉木さん何もできへんから。はい、現在上位6が、あ、上位11が直樹、上村、N村、蓮、大塚、上田、直樹も2人いるのか。くずもさん、これ一番上がくずもさんね、はい、はいはい、石川、松本、玉吉、浅田までがトップ11、Q3 進出。徳岡さんが、徳岡終了、徳岡終了。はい、1やのにな。いやでもね、C1 取ったらちょっと嬉しい、ちょっと嬉しい何かがあるんで。さあ、残りは2分35秒です。残り2分35秒。さあ、今のところは、トップ11は工藤が入ってな次第。残り2分30秒。残り2分30秒。さあ、これ工藤さんがここで3番手に浮上。はい、残り間もなく2分です。あと2分。あ、ここで走る。こういうとこで走らなあかんのに。一周パシンハザー終わりやろ。なかなか戦略性がありますね。山下さん、あとコンマ3名上げてください。セコンドが。松本さんラスト。はい、残り1分30秒です。山下さんがまだ入ってない11番。いやいや、もうあの C でええっていう人は別にそれでええから。はい、あと1分。全員ホイホイで入ります。全員走ったの、走ったね。現在トップ11が直樹ちゃうんか、くずもとか、くずもと、上村、工藤、N村、蓮、大塚、石川、上田、直樹、浅田、松本、玉吉、山下、徳岡、屋敷、小西の順。松本、玉吉が棒ですね、今ね。Q2 と Q3 のね。山下さんがあとちょっとだけ上げたら玉吉のプレゼントを強奪できる。あ、お、一気にアップ。一気にアップ。これで松本さんが落ちてきたね。はい、以上全員走りました。玉吉のプレゼントは下で走れる人は小西さんだけか。小西さんあと一周出せば。賢いね。はい、では、Q2 順位確定です。松本さんが景品ゲットね。松本さん C1 です。松本玉吉。はい、これプリントアウトね。はい、お疲れ様でした。では Q3 進出、くずもと、上村、工藤、N 村、蓮、大塚、山下、石川、上田、直樹、浅田。以上 Q3 のご準備ください。はい、間もなく開始いたします。間もなく開始いたします。僕には景品ないの？ないよ。なくなった。ない。めっちゃ全員否定されたもん。ハモりながら全員否定されたもん。さあ、ここからがボールポジション争いだな。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。間もなくです。ご準備してお待ちください。Q3 5分募集ですね。いや、こんなんもう訳分からんぐらいでちょうどええんすよ。なんかもう戦略性とか言い出したらもうね。はい、5周です。5分間ね。はい、5分間で5周ね。 Q3 まで行ったらだいぶ電池使ってますね。使ってますね。まあこれ一番1周ずつっていうのがかっこいいよね。1周ずつ。せいでこれ入りますなったらやばい。はい、では Q35 分間スタートです。 Q3 出走は上位11台。
出走は葛本上村、工藤 N 村、蓮大塚、山下石川、上田直樹、浅田以上。松本さんはあかんで、松本さん落ちてんねんから。松本さんはもう敗退ですよ。 Q2 敗退ですよ。 Q2 敗退ですよ。 Q2 敗退ですよ。始まってって、うん、始まってるで。松本さんはそこを増やして、いや、これで確定です。何週？5週。5週やで。1人5週やしな。最高にスタートで行かったらもう全部。そういうことですね。まあ、ちょっと一周は通過してくださいね。何枚入らへんので。レオミのタイムを抜いて上村さんが10秒58で突破。これでトップ11の順位確定となります。これはもう純粋にタイムアタックね。 N 村ラスト、 N 村さんが今 トップタイム10秒53。 N 村選手がポールポジションゲットなるか。走行時間残り3分20秒です。残り3分20秒、6位までに入ってんの。そういうことですね。そういうことです、そういうことです。最終組に入ろうと思うとトップ6がボーダーとなります。さあ残りは3分です。できるだけね、クリアラップ取らんといけませんからね。前後車いいタイミングで行った方がいいですよ。なかなか面白いバッグじゃない。ねえ。さあ、葛本さんが4番手10秒373。これ名前直してた。残り時間2分10秒はい、残り間もなく2分です。浅田さん終わりです。浅田さん終わり、浅田さん終わり。残念、7位ゴール。あ、葛本さん終了、4位ゴール。大塚さんラスト、直樹ラスト。はい、ナウ終了。はい、残り1分40秒です。残り1分40秒。かっこいいな、最後出てくるよ。そやな、ここで更新するとさらにかっこいい。そやね、かっこいいね。これで N 村さん抜いたらめちゃかっこいいですね。ドラマですね。さあ残り1分20秒です。石川さんラスト。さあ石川さん終了ですね。お、石川さん7位。上田さんが一周だけして10秒54。おかっこいい。ほんま、わお、マジ？ここまでいったらポールは狙わない。狙わない。なるほど。ポール狙わない。かっこいい。景品、景品いいですね。あ、いいですね。ここは名誉を取ります。なるほど。じゃあこれで確定になりますか？山下さんは一番下。あ、そう。まだ時間ある。まだ3周、あと3周あるで。あと2周はクリアラップ取れるで。もうクリアしかない今。そう、今クリアしかない。逆にみんなに見られて緊張してちょっとアンバイト出しで。いや、案外ね、 B 型はいけるタイプ。こういう時の方が集中する。残り20秒。大塚さんはもうラップないですよ。もう次入ったら5周になるから。うん。まだやで。上がってない。もう無理やね。クリア取れへんし。もう電池もったいないだけやで。お、最後一周もういけるで。いや、いけんで。もうこれで終わり。これ入ったらいけるじゃん、一周。なんで？次6周目になります。周回は。はい、終了でーす。
それでは予選組確定で少々お待ちくださいね。一応ポールポジションやっておきましょうか。ポールポジションはスーパーじいちゃん犬村選手、そして、大塚選手が D1 ゲットです。はい、ちょっと待ってくださいね。組み分け間もなく発表です。決勝 A グループの方、さっき言うときます。A グループの方ご準備してお待ちください。四ツ柳さん、枝常さん、鳥崎さん、坂林さん、店長、 A グループ決勝まもなくスタートいたします。ご準備してお待ちください。はい、ではエントリーどうぞ。まずは四ツ柳選手。あ、じゃあこれはごめんなさい、あの好きに走っていいんですわ。ウォーミングアップ、ただウォーミングアップなんしたら電池垂れてるんでお気をつけくださいね。はい、ウォーミングアップランお好きなだけどうぞ。1番エントリー2番エントリー3番エントリー4番エントリー5番エントリー1番エントリー2番エントリー車庫や車庫<笑>物流車庫や3番エントリー ちゃんとバックで並べない。ウォーミングアップランよろしいですか。はい、では3番グリッドからスターティンググリッドをつくください。決勝 A グループ3分間ラウンド、3番グリッド四柳選手、4番グリッド枝常選手、5番グリッド鳥崎選手、6番グリッド坂林選手、7番グリッド店長。さあトレーラーが2台います。決勝 A グループ、さすがマンデークレイジーナイトレースですね。はい、決勝レースは3分間レースと5分間レース着順合計ポイントとなります。はい、ご準備よろしいですか。では、あ、 B グループの方準備しておいてください。操縦台の後ろで B グループの方準備しておいてください。ではスタートいたします。スタート10秒前。さあスタートしました、マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ3分間ラウンド。あー、よし、邪魔や進まれさあトップで帰ってきたのは四柳選手、2番手、おっと、さあ後ろトレーナーのトップ争い見てたら抜かれてたかなさあトップ争いはめて早くさあトップは枝常選手、2番手四柳、3番手鳥崎、4番手坂林、はまってない、はまってない、ちゃんとはめてさあトップ枝常選手、このまま逃げ切るか。さあそして2番手四柳、3番手に鳥崎、4番手坂林、5番手店長、おっと転倒さあ枝常アタックでトレーラーがどんどん破壊されていく。早めても避けて無理無理、つかへんもんそれ一緒さあトレーラーが、店長が坂林をパス。さあトップは枝常、依然逃げる白いマクラーレン F1 GTR。 さあ2番手四柳選手3番手鳥崎、4番手店長、なんで寄ってくんの5番手坂林。さあレースタイムは残り1分20秒。さあ決勝 A グループ3分間ラウンド、さあ枝常が大きくリード、2番手四柳、3番手鳥崎、枝常さんもっといってええよおっとさあ枝常引っかかったが、さあここはまだまだ余裕がある。さあ四ツ柳候補さあ2番手ギャングにやられた、キューバのギャンブギャングにキューバやなさあ残り時間は残り40秒です。残り40秒、決勝 A グループ3分間ラウンド。あ、トップは枝常爆走状態さあ残り30秒、ちょっと枝常さん過去一で A レースしてますやんか
めちゃめちゃトップよ、走れマクラレーファン。さあ、四つ柳も追いつけない。さあ、これは。さあ、9番マフィア、鳥滝。さあ、トレーラーに翻弄される。さあ、間もなく3分経過、タイムアップとなる。タイムアップ。タイムアップ。さあ、ゴールゴール。ゴールゴール、まだです。あと2台。さあ、もう1台。さあ、最後、坂林、トレーラーが帰ってきて。はい、はい、お疲れ様でした。ちっちゃこです。トップゴールは枝常選手、2位四つ柳選手、3位鳥崎選手でした。確かに9番のマフィア、9番マフィアですよ。9番マフィアよ、これ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、少々お待ちくださいね。さあ、続きまして、決勝 B グループ。ご準備ください。あ、予選順で選んでます。大丈夫、予選順で行きました。操縦台ちゃんと。はい、では続きまして、八木選手から選んでくださいね。予選順やで、予選順。八木選手、次浜谷選手。はい、次細田選手。はい、上ちゃん選手。はい、最後水木選手。あ、危ない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 。ライン上止まってる。あ、車片付けてくれた、ありがとう。漢字の上ちゃんが浜谷さんね。4番エントリー、5番エントリー、3番エントリー、2番エントリー、1番エントリー、5番エントリー、4番。いいですか。はい、ウォーミングアップラン終了で、では3番グリッドからスターティンググリッドをつください。3番グリッド、八木選手。4番グリッド、浜谷選手。5番グリッド、細田選手。6番グリッド、上ちゃん選手。7番グリッド、水木選手。以上、5台走行、決勝 B グループです。こけてもまだ生き返る。そうやね、このスーパーカーだらけの中に AZ1 が場違いな感じ。大丈夫、走り切ってくださいね。では参ります。マンデークレイジーナイトレース、決勝 B グループ3分間ラウンド、スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしも、おっと、さあスタート、 AZ1 やっぱりアライメントが、あー、こけてる。やばい。さあ、トップで帰ってくるのは先頭グリッドスタートの、や、あ、いや、クラッシュがあった。さあ、これで入れ替わりあった。これでトップ浜谷。うお、さあ、浜谷 VS 八木の熾烈なトップ争い。さあ、トップヤギ、候補浜谷、黄色いマシン。3番手に水木、CATR。4番手に AZ1、上ちゃん。おっと、さあ、2番手に勝った。さあ、これで CATR、水木が2番手浮上。3番手に細田。4番手、上ちゃん5番。あっと、さあ、2コーナー、3コーナー飛んだ。さあ、AZ1 厳しいか。さあ、トップヤギ選手が逃げる展開。現在3コーナー、4コーナー付近。2番手に水木。3番手、これが、上ちゃん。4番手、浜谷、5番手、細田。さあ、ポジション争い。近いところはあと3位4位5位か。水戸前の3位争い。さあ、その間トップ八木、2番手水木が逃げる展開。おっと。さあ、残りは2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップは八木選手。さあ、ダークイエロー、サンドイエローの八木選手、おっと、引っかかっていったか。さあ、八木選手トップ。さあ、少しタイムロスがあった。水木が迫ってきている。え、後ろはラップの浜谷ね。さあ、ヤギの後ろ、ラップマーカーで、ああ、あんなに生かしたらねえのに。さあ、これで水木チャンス、前が見えてきた。さあ、ヤギはトップ、2番手水木。さあ、現在ストレート2台。そして3番手は淡々と走って上ちゃん。さあ、赤いフェラーリエンゾ、上ちゃんが3番手。4番手に AZ1 細田。5番手イエローアウディア、1コーナー、はい、クリア。さあ、トップ、これでヤギが再びニートの距離を。しかし、浜谷となんてないや、そこ順位ちゃうからな、君ら。さあ、残り1分5秒。さあ、3分が周回です。2分が経過いたします。さあ、トップヤギ、このまま何もなければ逃げ切れる。さあ、水木追いつけるか。さあ、水木の気持ちに浜谷が応えられるか。
さあそして3番手上ちゃん、4番手細田、5番手浜谷さあ残り45秒、おっと、さあこれで八木瑞希トップ争い 1.4 秒、レースタイムは残り35秒です。さあ最終局面、決勝 B グループ3分間ラウンド、さあ八木がファイナル、いやあと2周ですね、あと2周ある。さあ瑞希チャンスあるか、ここは粘りどころ。さあ3番手争い、上ちゃんと細田、ここもいや、あ無理や残り20秒、残り20秒、あと2周ですね。さあ八木瑞希 1.9 秒、あっと、さあ3コーナー転倒、ね、狙ってんの浜谷選手、八木選手に恨みでもあるのやってもった、なんで瑞希、おお、ファイナルアップ、なんでなんでさあここで3分経過、タイムアップです。次からゴール、さああと落ち着いて帰ってきましょうね。はい、まずは浜谷選手ゴール、八木選手トップ守りきりました、ゴール。はい、まだですよ、ドライバー動かないでくださいね、まだです、まだですよ、ドライバー動かないでください、動かないでくださいね。はい、前者ゴールです。トップゴールは八木選手、2位瑞希選手、3位上ちゃん選手でした。熾烈でした、熾烈でしたね、激アツでしたね、決勝 B グループ。はい、続きまして C グループの方ご準備ください。はい、では続きまして C グループ出走ドライバーは松本選手、玉吉選手、徳岡選手、屋敷選手、小西選手、予選順で操縦台お選びください。はい、松本さん、次玉吉さん、次徳岡さん、はい、屋敷さんどうぞ、はい、小西さん、はい、では操縦台お決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー。いかついの、はい、いいですか。では3番グリッドからスターティンググリッドにおつください。3番グリッド松本選手、4番グリッド玉木選手、5番グリッド徳岡選手、6番グリッド屋敷選手、7番グリッド小西選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、マンデークレイジーナイトレース決勝 C グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前、さあスタートしました、決勝 C グループ3分間ラウンド、お綺麗なオープニングラップ。さあトップは GR ヤリス松本、さあ後方FC3SRX7 玉吉、3番手にマクラーレン 12C 徳岡、4番手同じくマクラーレン 12C 屋敷、5番手にトヨタアリスト小西。おお、あ、今日ってちゃんとレースする日やったね思い出してもった。さあトップ争い、非常にハイレベルなバトル三つどもえ。さあ GR ヤリス、こちらはおそらくもたもた HM ですね。さあ HM マウントトップ走行、やっぱ最新車はよく走りますね、ぶっちぎりで新しい車ですね。さあ後方、さあ FC3S 玉吉が迫ってくる、さあトップ松本守りきれるか。さあ3番手徳岡いい位置でトップ争いの様子を伺う。さあ4番手争いどうだ、小西と屋敷、さあこちらも距離はまだまだ近い 0.5 秒。さあレースはここで1分経過、残り2分です、残り2分。さあ今度は2位争いだ、さあ玉吉、おっと徳岡クラッシュ、さあこれでさあ3番手遅れる、トップ松本、2番手玉吉、依然距離は1秒切っている 0.6 秒差。さあ現在ストレートから1コーナーへ飛び込んでいく、レースタイムは残り1分35秒。さあ決勝 C グループ3分間周回レース、ここで折り返し地点となる、おっと、さあどこかクラッシュ、さあ後方アリスト小西が迫ってくるぞ、さあ屋敷もまだ前は見えている。さあその間トップ争い、松本 VS 玉吉、さあ GR ヤリス VS RX7 FC3S、
おっと、さあ玉木クラッシュ。さあレースタイムは残り1分10秒、残り1分10秒、まだまだレースタイムは残っている。さあトップ松本、このまま逃げ切れるか。さあトヨタ GR ヤリス、残り60秒。おっとちょいミス。さあ玉木君同じミス。さあ結局距離は変わらない。さあ3番手争いどうだ。おっとさあアリスと小西は下がっているか。徳岡、屋敷、小西、さあここも等間隔1秒強。さあまだまだワンクラッシュあれば分からない距離だ。レースタイムは残り40秒です、残り40秒。さあ注目はトップ争い、そして3位争い。さあトップ争いはまだまだ 0.8 秒差、現在ストレートの2台前は GR ヤリス松本、後ろ RX7 玉木。さあ残り30秒切りまして、残り25秒。さあ徳岡、屋敷、小西はどうだ、微妙な距離。おっと屋敷クラッシュ。さあ戻ったがポジションを一つ下げる。さあレースタイムは残り15秒。さあトップ争いは残り10秒残し、おそらくファイナルかな、ファイナルラップとなるか。あーっと、さあやってしまった。さあこれでトップ松本はさあトップゴールです。さあ玉吉2ゴール。あ、まだ、あ、ボディ外れた。さあこれアリスト、アリストが敗者。まだまだ屋敷が変えている。もう一台さあはめてあげてください。もうあのゴール通すだけで大丈夫なんで。さあ最後アリスト小西がめちゃめちゃオラつきながら帰ってきて。はい、お疲れ様でした。さあトップゴールは松本選手、2位玉木選手、3位徳岡選手でした。2回やるんですよ、普通のやつと勝負だった。そう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 。さあお疲れ様でした。 C グループ3分間ラウンド終了です。はい、では続きまして、D グループご準備ください。大塚選手、石川選手、浅田選手、直樹選手、山下選手、予選順で操縦台お選びください。はい、大塚選手行きました。次石川選手どうぞ。はい、続いて浅田選手。はい、続いて直樹選手。はい、最後山下選手。じゃあ操縦台をお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。あ、あの危ない、ライン上には絶対車止めてください。はい、ウォーミングアップランどうぞ。あ、大塚さんそこから戻れないんで、あの止まる場合はね、あ、あかんあかんあかん、ちゃうちゃうちゃう、あの一周回って最終コーナー外側しか止まるとこないんで、あの逆走とか絶対先頭でくださいね。まあクローズドコースでも逆走あるぐらいですからね。3番エントリー、4番エントリー、1番エントリー、5番エントリー、4番エントリー、3番エントリー。あー、突き刺さった。なんか 31Z がなんか出るクラス間違えてあります。さっきの仕事いいですか。はい、ではスターティングリードをつください。3番グリッド大塚選手、4番グリッド石川選手、5番グリッド浅田選手、6番グリッド直樹選手、7番グリッド山下選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 D グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前、フライングにご注意ください。はい、一気に緊張感が高まりました。おっと、さあスタート直後、さあクラッシュがあった。一台テント戻った。さあそんな中を抜けてきたのは、さあ直樹選手。さあトップは直樹、2番手に Z31 山下、3番手わーっとクラッシュ、3位争い。さあ石川、浅田、大塚の順3、4、5。さあトップ争いはテールトゥーノーズだ、 0.2 秒差現在、2コーナー3コーナー付近。さあトップ走行は直樹選手、グリーンホワイトのマシン、後方シルバークロムツートンから日産 Z31。 おっと大クラッシュ。さあ浅田、大塚は激しいクラッシュ。さあトップ直樹、このまま逃げ切れるか。2番手山下、3番手に石川。さあ石川がトップグループとの距離を詰めてきている。
4番手が浅田。さあ大塚が遅れたか。さあ残り時間は2分となります。おっと山下転倒。さあクラッシュ、これで石川2番手、石川2番手。さあしかしラップマーカーにラインを阻まれている。さあそのすぐ後ろには山下3番手。さあ石川トップ直樹、このまま逃げ切りたい。現在4コーナー中央セクション。さあ2番手石川、3番手山下、4番手浅田、5番手大塚。レースは今残り1分40秒です。3分間周回レース、まもなく折り返し地点というところ。さあトップ直樹、2位との距離はこれで2秒弱というところ。さあ石川が猛追のトップとの距離は変わらず 1.9 秒。さあトップ直樹落ち着いてきたか。中盤戦、レースは折り返し地点を過ぎました。残り1分20秒です。さあこのまま逃げ切りたい。2番手石川、3番手山下、4番手浅田、5番手大塚。さあ2番手石川、ラップマーカーの大塚に追い立てられる。さあレース残り時間は1分です。残り時間1分。さあ直樹残り1分だ。このまま守りきれるか。2番手石川追いつけるか。その差 2.1 秒。さあ少し距離が空いてる。さあ直樹あとは落ち着いて走りきればトップゴールだ。2番手石川、3番手山下、4番手浅田、5番手大塚。さあレースタイムは残り40秒です。残り40秒。さあラスト1分切ってトップ直樹、2番手石川。さあここでコントロールラインを通過して 2.2 秒差。お、少し広がってるか。残り30秒。そして3番手山下、こちら石川との距離は広がってるか。4番手浅田、5番手大塚。残り時間は20秒です。残り時間20秒。さあ直樹丁寧なドライビング。さあ残りは間もなく10秒。もう一周ありますね。さあ石川も何もなければもう一周入る。何かあるかもしれんけどありそうな気配があるけど。さあもう一周アタイムアップ。石川ゴール、大塚ゴール、さあ山下ゴール。レッツゴー中、レッツゴー中。ドライバー動かないでくださいね。まだもう一台。さあトップ直樹帰ってきて全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは直樹選手、2位石川選手、3位山下選手でした。お疲れ様でした。決勝 D グループ3分間ラウンド終了です。はい、じゃあ続きまして E グループご準備ください。 E グループ出走ドライバーは N 村選手、上田選手、上村選手、蓮選手、葛本選手、工藤選手。はい、では予選順で操縦台お選びください。あ、ミニ使い最高齢ファイナリスト、月曜日はブイブイ言わしております。変なボディでブイブイ言わしてますんで。はい、次上村選手。はい、続いて蓮選手。はい、次葛本選手。はい、最後工藤選手。上村選手、あと蓮選手でさっさと言ってや。蓮選手の後葛本選手、最後工藤選手。はい、では操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランクを走行ください。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、6番エントリー。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー。はい、いいですか。ではスターティングリッドをください。3番グリッドからです。3番グリッド N 村選手ポールポジション、4番グリッド予選2位上田選手、5番グリッド予選3位上村選手、6番グリッド予選4位蓮選手、7番グリッド予選5位葛本選手、8番グリッド予選 6位工藤選手。あのちゃんと言うこと聞いておいてください。4番蓮、5番葛本。あのちゃんとあの自分のグリッドついてくださいね。くずもさん、くずもさんとれんくん、あの自分のグリッドちゃんとついてください、ね、関係ない俺の方。はい、では参りたいと思います。決勝 E グループ決勝3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。マンデークレイジーナイトです。おっと、さあ N 村いきなり3コーナークラッシュ。
さあこれでトップは上村。さあトップはミスターマンデークレイジーナイトレース上村。さあ2番手には上田、3番手蓮、4番手工藤、5番手あっとさあ上田ノーコン。さあこれで2位入れ替わり。さあこれで父の仇は息子が打つ。さあ蓮が2番手。さあ AWMR2 2番手走行は蓮選手。さあトップはホンダネオクラシックレーサー上村、2番手蓮、3番手に上田、4番手工藤、5番手 N 村、6番手くずもと。さあおっとさあ最終クラッシュが出た。さあトップ走行は上村選手。さあ後方蓮が来た。さあ序盤の1分が経過。あっとさあトップ入れ替わり。さあこれで蓮がトップに立った。さあ MR2 蓮選手現在1コーナー2コーナー。さあ2番手には父上だ。さあ3番手争い工藤、上村、N 村と続く。さあ6番手にはくずもと。さあまだまだ分からないレース展開。残り時間は1分40秒です。残り1分40秒。さあトップ蓮が MR2 で2位との距離は 0.98、 約1秒の距離。さあそして父上田、おっとさあ D の GT、 3番手には工藤、4番手上村、5番手N村。さあここが距離が一番近いか。3、4、おっと工藤クラッシュ。さあこれで3番手上村、4番手N村、5番手工藤。さあさあさあやり合っている3体。さあ残り1分、残り1分。さあこれでレンこのまま逃げ切れるか。いや父、おっと入れ替わり。さあ上田トップに立った。さあ父の威厳示す時。さあ残りは45秒。さあそして3位争いだ、上村 VS N 村。さあここも距離が近い。さあ58サンダーバード、圧がすごい、圧が。さあ残り30秒。さあトップ争いは上田 VS 蓮、上田親子のトップ争いだ。そして3位争い上村 N 村。さあここも距離が近い。お最後工藤バトル、工藤と。さあ全ポジションバトル状態。あーっとさあ残り20秒、サイドバイサイド。さあ残り15、トップグループあと2周。さあもう1周入るね。うわ工藤こっちだ、いける。あもう1周入る、もう1周入るか。入った入った。さあ上村工藤もう1周、くずもと N 村ゴール、くずもと N 村ゴール。さあ上田トップゴール。はい、停車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは上田父、2位蓮、そして3位工藤選手が逆転入りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、やばいですね。はい、はい、お疲れ様で。では続きまして決勝5分間ラウンド最終レースへ参ります。はい、かなるほどのものじゃありません。はい、では続きまして決勝 A グループ5分間ラウンドです。はい、ご準備ください、ご準備ください。四柳選手、枝常選手、鳥崎選手、坂林選手、店長。はい、四つ次エラツネ選手どうぞ。はい、エラツネ選手、次鳥崎選手。パワーです、パワー。すごい、もう何もしてへんかったら車用意されてる。プロポ持ったら車が用意されて、ありがとう。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー。はい、ウォーミングアップランよろしいですか。
はい、では3番グリッドからスターティングリッドをお付けください。3番グリッド四ツ柳選手、4番グリッド枝常選手、5番グリッド鳥崎選手、6番グリッド坂林選手、7番グリッド店長。先ほど A グループは枝常選手がトップゴール、2番四ツ柳選手、鳥崎選手、鳥崎選手、じゃあ数えられる限り5回しましょうか。ショートカット5回、はい、ロングランなしで鳥崎選手、なんでもええねんけど。さっき、枝常選手基準でいきましょうか。枝常選手はショートカット1回、ロングラン1回ね。で、四ツ柳選手が、今日のショートカットでもそんな効果がないですね。案外に、ほな四ツ柳選手はショートカット2回のロングラン1回。はい、で、店長坂林は、どうしましょうかね。どうしましょうかね。あ、そうやね。逆にこれがコースにおる方が面白い。いや、これがトップ争いの方が面白いっちゃうから。数えられる限りの5回に行きましょうか。鳥崎さんと一緒。一緒、ショート5回、ショート5回入れんいける。あの、案外ね、小回り聞くんで大丈夫。小回り聞くから大丈夫。 OK、ではおさらいします。鳥崎店長坂林がショートカット5回、ロングラン0で、枝常選手はショートカット1回、ロングラン1回、四ツ柳選手がショートカット2回、ロングラン1回。はい、以上のジョーカー連設定となります。はい、あとは誰か適当に数えておいてください。さすがに運転実況数えるのは無理なんで。それは無理なんで。適当にお願いします。はい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース、第100回記念決勝 A グループ、5分間ラウンドスタートです。スタート、10秒前、数えられたら書いておいてください。実況だけね、時間は見ますね。めっちゃ迫力ある。はい、どうぞ。どうぞ。2位店長。さあ、これで2位は四ツ柳、3番手脱で、4番手店長、5番手坂林。ごめん。さあ、トップ争いどうなってる？鳥崎、四ツ柳、枝常、同一中海ね。そこ三大三つの前トップ争い。あと1点と。さあ、これでトップは勝って枝常、2番手鳥崎、3番手四ツ柳。依然トップは鳥崎。さあ、枝常が後方プレッシャーをかける。3番手四ツ柳、4番手店長、5番手坂林。さあ、レースタイム残り時間は3分です。おっと、さあ、鳥崎引っかかっている。鳥崎さん、ショートカー2回目やってる。うん、出た。前だけ。ラスト1分はトレーラー外して A にしましょうか。枝の大繁盛、浄化終わり。
予選のりさんがあともう1回ショート。さあレースタイムは残り2分30秒ここで折り返し点ハリさあ残り時間は2分20秒ちゃんとハマってへんちゃんとハマってへんでさあ残り2分15トップは枝瀬2番手四柳3番手鳥崎4番手鳥浦対決はどうだ店長坂林の順おっとさあ2コーナークラッシュ残り2分さあレースは残り2分です残り2分何するんや何するんやショートに入れなれなれ渋滞やめてくれやめてくれさあ残り1分35秒ストレートストレートストレート大クラッシュストレートボディー取れたテーピングしとくからさあ枝津あいやトップ入れ替わってる四つ柳枝津ね、はい、さあ入れ替わってるぞトップさあ残りは1分10秒はめてはめていやベストラップちゃうからこれ別にあこれさあ黙ってさあ残り1分です残り1分トレーラーがボケトレーラーがどっちももたついてるさあトップは四つ柳2番手ですね3番手鳥崎レースは残り40秒残り30秒さあトップは四つ柳このまま逃げ切るかさあ残り10秒残り10秒よし入る入った入ったこれは帰れへん潰れたあと1台はいお疲れ様でしたさあトップゴールは四つ柳選手2位枝津選手3位鳥崎選手でしたなんかアライメントがずれてる気がするはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたさあ決勝 A グループがこれで順位確定ですねさあ総合 A グループは同ポイントで、トップは四つ柳選手に枝津選手3位3位は鳥崎選手でしたはいでは続きまして B グループご準備ください B グループ出走ドライバーは八木選手浜田大丈夫ちゃんと予選順で選びましたはい、浜谷選手細田選手上ちゃん選手水木選手はい予選順で操縦台を選びくださいさ先ほど、B グループはもう一人通ってない1番エントリー5番エントリー2番いいですかはいではスターティングリードをください。3番グリード八木選手4番グリード浜谷選手5番グリード細田選手6番グリード上ちゃん7番グリード水木選手で先ほど、B グループは着順は、八木さんちょっと待ってね、八木選手1着水木選手2着、3着上ちゃん、4着浜谷選手
5着が細田選手と、ではでは、これは後方グループ頑張ってほしいところ。ベストラップは、ベストラップ一番速いのは浜谷選手ですよ。11秒フラット。トップゴールの八木選手11秒58なんで、コンマ6ぐらい遅いですよ。ということは、とりあえず上ちゃん選手を基準にいきましょうか。上ちゃん選手がショートカット1回、ロングライン1回、ここ基準でいきますね。で、浜谷選手、細田選手なら、浜谷選手、細田選手がショートカット2回のロングライン1回で、八木選手、水木選手が、あ、でも水木選手ちょっとね、ラップ遅かったですね。な、水木選手は、水木選手11でいきましょうか。上ちゃんとええ勝負ですね。で、八木選手がショートカット1回のロングラン2回。はい、こんなもんですね。はい、整理します。水木選手、上ちゃんがショートカット1回、ロングラン1回で、浜谷選手、細田選手がショートカット2回、ロングラン1回、八木選手がショートカット1回、ロングラン2回。はい、以上のジョーカーレーン判定設定となります。では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ5本間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。緊張のスタート、オープニングラップ。さあ、まずはショートカットは誰もいない。オープニングラップ、おっと、さあ3位以降、3台が絡むクラッシュ。さあ、ロングラン、水木選手と浜谷選手がロングラン終了。おっと、さあクラッシュ2コーナー。さあ、これでショートカット、細田選手1回ん、今、上ちゃんロングラン、水木がショートカット。さあ、残りは4分30秒、序盤の30秒、ジョーカーレーンの応酬があります。トップは八木、2番手細田、3番手水木、4番手浜田に、5番手上ちゃん。さあ、トップ走行は八木選手。さあ、これで八木選手がロングラン、これ1回目やね、八木さんね。はい、さあ、トップはこれで入れ替わりがあったか。いや、八木水木がいい勝負ですね。八木水木同一周回、3番手に細田、4番手上ちゃん、5番手浜谷。さあ、レーサー残り4分です。まだまだ序盤戦。さあ、落ち着いていきましょう。前後に車がないときはジョーカーレーンは使わない方がいいですね。前後の車が近づいてタイムロスが起きそうなときにジョーカーレーンをうまく使ってね、間を空けてくださいね。さあ、トップ走行は八木選手。さあ、八木選手現在1コーナー2コーナー、2番手水木選手は後方 1.9 秒。水木選手はジョーカーレーンは両方消化している。あとはひた走るだけ。レースタイムは残り3分30秒。3番手が細田、上ちゃん、浜谷も来た。さあ、クラッシュ。さあ、これで上ちゃん逃げられない。なんて刺さってる。押し込んだ上ちゃんを。残り3分10秒。さあ、トップは、あ、水木に変わってる。あ、ヤギどうした。あ、ロングランか。ヤギロングラン終了で、でもショートカットは1回残ってるもんね。さあ、水木がトップ。レースは残り3分。まだまだレースタイム残っている。さあ、細田がロングラン終了。レースは残り3分、トップ水木、2番手八木、3番手細田、4番手浜谷、5番手上ちゃん。おお。さあ、トップは水木、これで前クリアだ。さあ、黄色いコルベットシエタール。さあ、2番手八木追いつけるか。しかし八木は押し込まれた。ショートカットは残っているが、さあ、これで2番手水木トップ、2番手八木、ここは6秒まで広がった。さあ、3番手に上ちゃん。さあ、ここで浜谷はショートカット前。さあ、これで浜谷はポジションを細田の前に出る。トップ水木、2番手八木、3番手上ちゃん、4番手浜谷、5番手細田。さあ、トップ水木選手、残りは2分15秒です。残り2分15秒。マンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ5分間ラウンド。さあ、水木、おっと、転倒。さあ、トップ水木選手、先ほど2位ゴールですので、このままトップキープすれば決勝 B グループ総合トップだ。八木がショートカット。さあ、トップ水木いいですね。残りは1分50秒。
さあ2分切って後半戦最終コーナーからストレート、イエローのコルベットシエタールトップ水木選手、さあ後方3のイエローのマクラーレントゥエルシー八木選手、どこまで迫れるか。3番手には浜谷、4番手上ちゃん、5番手細田。さあレースタイムは残り1分、おっと2コーナー転倒、さあおっとさあ避けきれなかった、さあトップ水木タイムロスがあった。さあとはいえまだまだ余裕はあるか。さあ八木どこまで詰められるか。レースタイムは残り1分20秒です。残り1分20秒トップ水木、2番手八木、3番手浜谷、浜谷上ちゃん入れ替わっている。さあ浜谷上ちゃんの順位の入れ替わりがあった。その後ろは5番手に細田。レースタイムは残り1分5秒です。残り1分5秒さあさあトップ水木残り1分、残り1分。さあこれで前後クリアだ。さあストレート、はいクリア。さあトップ水木現在最終コーナーからストレート、2番手八木、3番手浜谷。さあここで細田がショートカット。さあ細田は、あでもラップ足らへんか。残り40秒です。レースは残り40秒。さあトップ水木、2番手八木、3番手浜谷、4番手上ちゃん、5番手細田。距離が近いところは水木八木が3秒差。さあ残り30秒。いや使った、うん使った使った。さあ残りは20秒。さあトップ水木、あ引っかかった。さあ2番手八木が引っかかった。さあ残りは15秒。さあラストラップか、もう一周入るか。トップ水木、2番手八木、3番手浜谷、4番手上ちゃん、5番手細田。あれ浜谷上ちゃんどういう仲介。さあどういう仲介だ。もう一周入るか。おっとトップ水木引っかかっている。さあここでタイムアップ追加のゴール、まずは八木選手ゴールまだです。レース続行中です。ドライバーの方動かないでください。ドライバーの方動かないでください。まだです、まだです、まだです。ドライバーの方動かないでください。はい選手はゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは水木選手、2位八木選手、3位浜谷選手でした。弱肉強食の肉弾戦でしたね。さあ B グループ、あこちらも上位2台は高ポイントでしたね。はい B グループも決勝総合順位確定です。さあ総合トップは水木選手、2位八木選手、ここが同ポイント、3位に浜谷選手が入りました。はいでは続きまして C グループの方ご準備ください。松本選手、玉木選手、徳岡選手、屋敷選手、小西選手、総10台予選順でお選びください。はい総10台組みいただきましたらウォーミングアップランご走行くださいね。あ、そうですね、今更ですけど3分間ラウンドと立ち位置変えてください。ほんまに今更ですけど。さあ C グループは先ほど松本選手がトップゴール、2位ゴール玉吉選手、3位ゴール徳岡選手、4位ゴール屋敷選手、5位ゴールが小西選手。いいですか。はいではスターティングリードにお付ください。3番グリードからです。スターティングリードにどうぞ。3番グリード松本選手、4番グリード玉木選手、5番グリード徳岡選手、6番グリード屋敷選手、7番グリード小西選手。先ほどは幸運の日とめっちゃ接戦ですね。屋敷小西、屋敷小西がちょっとベストラップ遅いですね。これ難しいとこですね。あとにかくまず屋敷選手、小西選手がショートカット2回、ロングライン1回。さあここは基準で松本選手言うてもヤリスですもんね。ハイマウントですね。そうやねハイマウントやね。ほな松本、玉吉、徳岡はガチンコの1-1でいきましょうか。はい
ショートカット1回ロングライン1回ね。はい、おさらいいたします。屋敷小西がショートカット2回ロングライン1回、松本玉吉と高賀がショートカット1回ロングライン1回と以上のジョーカー連設定です。はい、では参ります。決勝 C グループ5分間ラウンドスタートいたします。スタート10秒前。さあスタートしました。さあ緊張のオープニングラップ。さあロングランを、おお、上位2台がロングランを終了。さあこれでトップはどこか。さあ2番手入れ替わって、さあ2番手アリスト小西、3番手屋敷、4番手が松本、5番手玉吉。さあトップどこか。ブルーのマシン現在ストレートから1コーナー、2番手はビッグボディアリスト小西、3番手にゴールドマクラーレン屋敷、4番手ヤリス松本、5番手アレックセブン。さあこれでうまい。さあ屋敷がロングラン終了。これで順位が変わります。トップ、あと徳岡クラッシュ。さあこれで1位に距離やっちまった徳岡 VS 小西。さあ小西はしかしここでロングラン終了。残り時間4分10秒です。まだまだ序盤戦、1分が経過しようというところ。トップは依然、おっと、さあ依然徳岡現在ストレート、2番手はこれで玉吉、3番手松本、4番手小西、5番手屋敷の順。さあまだまだこれ様子見ですね。さあ徳岡がロングラン終了。これで全車ロングラン終了しました。皆さん鮮やかですね、ロングランも通過が。これでトップは玉吉、2番手松本、全員ロングラン1回ずつ使ったらこの順位なんですね。さあうまい。さあ小西鮮やかにショートカットでこれで3番手浮上。さあトップ争い、うおおっと、さあ玉吉 VS 松本。さあここに小西、徳岡も来た。さあ屋敷もうまくショートカット使った。まだもう1回、これで全車1回ずつ残っている。すごい綺麗なレース。残り3分15、全車1回のショートカットどこで使うか。トップは玉吉、2番手松本、3番手小西、4番手徳岡、5番手屋敷。さあまだまだ全車分からないレース展開。松本は使った？え？玉吉さん？あ、玉吉さんショートカット使ってんじゃん。もうほな無理やん。後ろの3台に絶対抜かれるやんもう。さあ残り2分45。それヤリス馬力出てますよ。MNS ですから。さあこれでミスがあった。トップは玉吉、2番手松本、3番手徳岡、4番手小西、5番手屋敷。おっとトップに立つ小西。さあアリスト小西ビッグボディでトップに立った。さあ後方松本、あ、いや、玉吉松本、徳岡屋敷。さあ注目の中盤展開。レーサー残り2分15、まだまだレースタイムが残っている。さあアリスト小西、後方にはヤリス、うわ松本、玉吉、徳岡と続く。さあ危ないスタックだがなんとか通過。さあ残り2分、レースタイムはまだまだある。さあ徳岡前に出る。さあ鮮やかなショートカット、虎の子ショートカット、最初に仕掛けたのは徳岡。さあ2番手松本、3番手小西、4番手玉吉、おっとクラッシュ。さあ残りは1分40秒。さあこれでショートカット残ってんのが玉吉使ってる、松本まだ残ってんのか。残り1分30秒、徳岡も、いや徳岡使った。お、ということはこれヤリス松本が有利か。トップは徳岡、ブルーのマシン、後方松本、2番手、3番手玉吉、4番手小西、5番手屋敷。レースは残り1分20秒。さあまだまだレースタイムは残っている。1分強、残り1分10秒。さあトップ争い、徳岡 VS 松本、現在ストレートから1コーナー。さあここで屋敷が最後のショートカットを通過。さあ前との距離はどこまで詰まったか。レースは残り1分です。ラスト1分、ラスト1分。さあこれでトップ徳岡、2番手松本、おお。さあマクラーレン 2FC VS トヨタ GR ヤリス、おお。さあストレート2台バトル状態、おお。さあ1コーナー突っ込みで仕掛けるか。さあいやいや、まだまだ徳岡も粘る。さあ残り30秒、残り30秒。
残り30秒、まあ、悪魔の笹、おおおお、さあ松本トップに立つ、さあこれで完全勝利か、さあ徳岡2番手3番手玉吉、ここの距離はまだ分からないか、 1.8 秒、さあ4番手小西、5番手屋敷、残り時間は間もなく10秒となる、さあ松本がファイナルラップとなりそうだ、さあ一周に入っていく、ほう徳岡、徳岡玉吉、ダークラッシュがあったか、ここでさあ松本ゴール、ここがゴール、さあゴールゴール、もう一台またです、屋敷帰ってきて、屋敷入らなかった、はい、選手はゴールです、お疲れ様でした、トップゴールは松本選手、2位徳岡選手、3位玉吉選手でした。さあヤリスが、ヤリスが C グループ総合優勝決めました。はい、お疲れ様でした。では続きまして D グループご準備ください。 D グループ出走ドライバーは、大塚選手、石川選手、浅田選手、直樹選手、山下選手、はい、予選順で操縦台を選びください。操縦台さっきと変えてくださいね、3分間ラウンドと操縦台変えてください。大塚さんどうぞ、はい、さっきと変えてくださいね、はい、続いて石川選手、はい、次浅田選手、はい、直樹選手、最後山下選手、さあ決勝 C グループまで終了しました。続きまして D グループ、はい、操縦台を決めいただきました、ウォーミングアップランご走行ください。1番エントリー、5番エントリー、3番エントリー、4番エントリー。はい、終了でよろしいですか。では3番グリッドからスターティングリッドにお付ください。3番グリッド大塚選手、4番グリッド石川選手、5番グリッド浅田選手、6番グリッド直樹選手、7番グリッド山下選手、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。ちょっとタイマードのおっさん、はい、マーシャル、マーシャルですよ、マーシャル、はい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 D グループ5分、あ、ちゃう、ジョーカーレン、ジョーカーレン、ちょっと待ってくださいよ。ジョーカー、さっきの着順は、直樹トップ、直樹トップ、石川選手2位、3位山下選手、浅田選手、大塚選手か、これなかなか、なかなか難しい設定ですね。はい、決まりました。前者ショートカット1回、ロングライン1回です。はい、ガチンコで、ガチンコでいきましょう。直樹あれで、トップに並んでも総合トップ取れるからな、2位でも大丈夫やしな、あのその辺の、まあ石川さんに負けたしやんけど、そうそう、だから無理やりいかんでも戦略性があるので、さっきの着順もう一遍言っときましょうか。1番直樹、2位石川さん、3位山下さん、4位浅田さん、5位大塚さんなんで、もう大塚さんはもうそこから出てそのままゴールしたいだけなんで、はい、トップでそれしかもう無理なんで、アイデア参ります。マンデークレイジーナイトレース決勝 D グループ5分間ラウンドスタートです。スタート10秒前、はい、フライングにご注意ください。さあスタートしました。第100回マンデークレイジーナイトレース、おっとショートカット、うまい、うまいね、早めの仕掛け、さあロングラン、山下ロングラン終了。さあこれで順位はトップ直樹、2番手大塚、3番手石川、4番手浅田、5番手山下。さあ大塚がロングラン終了。さあ順位は入れ替わって、トップ直樹、2番手石川、3番手浅田、4番手大塚、5番手山下。さあここをね、焦らずにマイペースを維持できるか、まあ結果
ミスの回数だけなんで、みんな、あっと、さあ、直樹やってしまった。さあ、これでタイムロス痛い。さあ、これでレースが動く。さあ、直樹、浅田、ここは2番、3番だ。さあ、大塚も追いついてきた。となると、トップ、石川が有利。さあ、唯一負けてはいけない石川選手に、さあ、直樹がこれでロングラン終了。さあ、順位整理します。トップ石川、2番手浅田、3番手大塚、4番手直樹、4番手山下、5番手直樹。さあ、トップは石川選手、逃げる展開。2番3番コーナー、さあ2位3位、さあここは無理をしないか。大塚浅田、さあ前後入れ替える。蛍光レンジのマシンが2位走行、大塚選手。3番手浅田選手はそのすぐ後ろ、ブルのマシン。4番手にシルバーブラックのツートンから山下、5番手にグリーンホワイトが直樹。さあ全車同一周回です。トップ走行石川選手。さあレースは残り3分20秒です。さあまだまだ5分間周回レース、レースタイムは残っている。トップは石川選手、ブルーイエロー、シルバーホワイト、イタリアのポリスカラーですかね。さあトップ走行は石川選手。さあ2番手は距離が 4.5 秒。さあ石川選手のアドバンテージは 4.5 秒ある。さあ2位争い、大塚 VS 浅田。さあここは距離が近いぞ、 0.8 秒。そして山下直樹、ここも1秒来ているか、同じく 0.5 秒。さあレースは残り3分です。5分間周回です。2分が経過いたしました。残り3分、残り3分。さあこれでトップ石川が逃げる展開。2番手大塚、3番手浅田。さあここは1秒切って 0.5 秒差。山下直樹、4番5番、ここも距離が近い、 0.3 秒。さあトップが逃げる、これは美味しい展開ですね。石川選手は先ほど2位ゴールですので、これはもうこのまま流しても総合トップはかなり硬いか。さあ対して、さあここは一つでもポジション上げるしかない、大塚 VS 浅田。大塚浅田は先ほど4位5位のゴールタイム。さあそして山下直樹は距離が広がったか。さあレースタイムは残り2分15秒ロングラン今、石川さんロングラン。さあこれでトップに立つのは大塚。さあオレンジのマシン、トップ大塚、2番手石川。石川選手は直樹に負けへんかったら2位ゴールでも総合やね。あっと大塚クラッシュ、コントロールしてますね。さあ石川選手が、浅田選手ショートカット終了。石川選手トップ走行、終始レースをコントロールします。さあ中盤戦残り1分45。さあ中盤から後半に入ろうという時間帯、残り1分45秒。トップ石川、2番手大塚、3番手山下、4番手浅田、5番手直樹。さあ全車同一周回。さあ前後の車がポジション争いだ。さあこれでトップ石川、2番大塚、3番山下、4番浅田が近い。さあ直樹もまだワンチャンある。残りは1分20秒。さあうまい、石川選手決まってますね。石川選手今2回目ちゃいますよね、ショートカット。あ1回ね、僕が感情し間違いですね。さあ残りは間もなく1分です。残り1分、残り60秒。さあこれで石川選手は逃げる展開、2位争いですね。注目大塚、山下、浅田、直樹、2、3、4、5。さあ4つどもえ、ほぼトレイン状態だ。さあ残り45秒、レースタイム残り45秒。さあ大塚、あっと、さあショートカット勝負か。さあ大塚、山下、最後のショートカット同じタイミング。さあこれで2番3番、残り30秒。さあ残り30秒のコール。さあ大塚山下、そして浅田直樹、ここも近い。さあ残り20秒。さあ4位グループもあともう一周ある。おっと、サニゴーラクルッシュ。さあレースタイムは残り12、もう一周ありますね。さあファイナルラップだ、2位争い。さあ残り10秒のコール。さあ石川はウイニングラップ。さあ大塚、山下、注目。おっと浅田やってる、なんで、あ直樹巻いてた。もう一周、もう一周、大塚、山下、もう一周。さあこれで直樹ゴール、石川ゴール、浅田ゴール。はい、お疲れ様でした。全車ゴールです。トップゴールは石川選手、2位大塚選手、3位山下選手でした。いやいや、いいバトルでしたね。お疲れ様でした。決勝 D グループ終了です。これで総合トップは、石川選手ですか。はい、いや直樹は総合2位ですね。ナイスランでした。
はい、では決勝最終レースご準備ください。出走ドライバーは、N 村選手、上田選手、上村選手、蓮選手、くずもと選手、工藤選手。はい、予選順で操縦台を選びください。予選順ね、予選順で操縦台を選びください。でさっきと変えてくださいね、3分間ラウンドと場所。はい、では操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、6番エントリー、1番エントリー、2番エントリー。E グループ本日最終レース、はい、グリッドにおつください。予選順で3番グリッドからスターティンググリッドをつください。先ほど3分間ラウンド E グループ着順は、トップ上田選手、2位蓮選手、3位に工藤選手、4位上村選手、5位くずもと選手、6位 N 村選手か。そうですね、すごいですね、もうほぼベストアップも揃ってるんで、1回ずつで、はい、全車1回ずつで。全車1回ずつですね、これもそれ以外ないですね。はい、ではよろしいですか、参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース決勝 E グループ5分間周回レーススタートです。全部11、さあスタートしました。さあショートカットジョーカーレーン、ロングランは全車同一回数ガチンコです。さあまずは工藤がロングラン終了、まあね、先にロングラン終わってしまったらね。あっと2コーナー、さあマーシャル、さあロングラン、上田がロングラン終了。さあトップ上村、2番手上村、3番手蓮、4番手上田、5番手くずもと、6番手工藤。うまい。さあ葛本がショートカット終了、早めの仕掛けですね。さあトップはこれで変わって N 村、現在最終セクション上村蓮と続く1、2、3、4番手に葛本、5番手上田、6番手工藤。さあさすが E グループガチですね。さあ N 村ロングラン終了。さあ順位変わります。これでトップは上村、2番手蓮、3番手に葛本、4番手上田、5番手 N 村、6番手工藤。レースは残り4分です。残り4分。さあ序盤の1分が経過しまして、これはレース展開としては静かな立ち上がり。トップ走行はネオクラシックレーサー、白赤黒の小ぶりのマシン上村選手、ホンダネオクラシックレーサー、現在中央セクション後ろに MR2 のレンが迫る。いいですね、ネオクラシックレーサー VS MR2。 そして3番手には D の GT の上田選手。さあレースタイムは残り3分20秒。 D の RS、 D の RS だそうです。さあその後ろ N 村選手、工藤選手と続く。さあレースタイムは残り3分となります。5分間周回です。まもなく2分経過いたします。残り3分。さあレースは残り3分、残り3分。さあトップは依然上村、2番手蓮。さあ現在最終コーナーからストレートトップグループ。さあ後方上田、 N 村、工藤と続く。葛本が遅れ出したか。さあ残り時間は2分35。あ、葛本さんロング終わってんの、はい。さあレースタイムは残り2分30秒です。さあトップは依然上村、上村選手は先ほど4位ゴールか。これはちょっとでもポジション上げてゴールしたいですね。理想はもちろんトップゴール。2番手レンが後方プレッシャーをかける。
レンが2番手ゴールやったら総合はレンやね。さあしかし父がそれを阻止すべく、おお、プレッシャーかける。さあこれでレン上田親子対決が2番3番だ。白赤紅白対決、その後ろサンダーバード N 村4番手、5番手白いマシンが工藤、6番手にグリーンホワイトが藤本。レースタイムは残り1分45。さあショートカット、さあ今上田やね、上田ショートカットね。さあレースタイム残り1分40秒。さあこれで上田がトップ、上村にプレッシャーをかける2番手浮上。さあレインは3番手、4番手N 村、5番手工藤、6番手くずもと。さあ残り1分30秒、まだまだレースタイムが残っている。依然トップ争い、上村 VS、 おっと上村、あ、ロングランか。さあうわっさあロングラン、レンと上村が消化。さあ残り1分15、これでトップに立ったのは上田ですね、単独単独。さあ上田現在最終コーナーからストレート、2番手 N 村。さあプラモボディが1位に上位、3番手上村、4番手レン、5番手くずもと、6番手工藤。レーサー残りラスト1分、ラスト1分、おっとくずもとクラッシュ。さあこれで後方工藤が迫ってくる。さあトップ上田、これパーフェクトウィンに向けて現在ストレート、 N 村どこまで追いつけるか。さあ後方 2.8秒。さあ3位グループは距離が近い。さあ N 村がショートカットうまい。さあトップとの距離はこれで 0.9。 さあトップ上田アドバンテージ1秒。そして上村蓮3番4番、ここもバトル状態だ。おおおお、すごい上村ショートカット。さあどんどん最後のショートカット残り20秒。さあ工藤もショートカット使って、これでトップ上田、2番手 N 村、3番おっと上村、3番手4番手蓮、5番手工藤、6番手くずもと。残り10秒のコール。さあラストラップとなる。さあトップグループファイナルラップ、テールトゥーノーズ 0.3秒。さあ上村蓮はゴールゴール。さあ工藤くずもとゴール。さあトップ争い最後のコーナーはい、テンションゴールでーす。お疲れ様でした。さあトップゴールは上田選手、総合優勝です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ総合結果、全レース間もなくプリントアウト出ます。 あと予選のあれですね、一番グリッド、予選一番グリッドの方、あと抽選もありますので、少々お待ちくださいね。91の結果で 抽選にしましょうね。すみません、はい、プラモボディ用のサイドキャッチ受け取った方はあの尾崎さんにお礼したいので、はい、カンパお願いします。あ、はい、プラモボディ用のサイドキャッチもらった方は一人1000円ですあとお気持ちで見たい人もあと5、6セットありますので、はい、ありますんで、ぜひぜひスーパーディータン N 村までお願いいたします。はい、あの名前呼ばれた方、トップスタートの方読み上げと、あとは全体の今回ね、ちょっとすごい景品となってますんで、とにかくあの名前呼ばれた方すぐ来てくださいね。名前呼ばれた方すぐ来てください。はい、まずは、はい、四谷柳選手、あ、名前呼ばれた人すぐ来てください。名前呼ばれた人すぐ来てください。はい、この中からお一つお好きなのどうぞ。はい、続いて八木選手、
はい、はい、これ分かってます、大丈夫、分かってますね、はい、八木選手どうぞ、はい、次松本選手、はい、1枚お好きなのどうぞ、そらそうです、はい、次大塚選手、ありがとうございます、ここいいですね、いいですね、はい、うん、はい、最後江村選手、はい、お好きなのどうぞ、 ありがとうございます、ちゃんと見た方がいいですしね、はい、ま、このもあるんですか、もうお任せします、はい、はい、これいただけるんですか、お好きな1枚どうぞ、え、なこれは何ステッカー、あ、裏見てもらう、裏は車種がありますね、あー、はい、そうかそうか、はい、あ、両方持ってへんのこれや、はい、ですよね、はい、ね、そりゃそうですよね、はい、あとは豪華商品です、豪華商品